はい、始まりました。石門ジャブTV。 お前誰やねんって思った方少なからずいるんではないでしょうか。今回の動画が初めての顔出し配信で、まあ、今後上げる動画でもおそらく今回が唯一の顔出し配信になると思います。石門ジャブ TV の管理人である石門ジャブ本人でございます。この度は石門ジャップ TV をご覧になっていただいている J リーグファンの皆様、視聴はもちろんのこと、チャンネル登録や評価、コメントしていただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで2020年シーズン、私の応援する京都サンライフ C の成績は振るわなかったですが、 J リーグを観戦して20年間の間で一番楽しい J リーグライフを歩むことができたと個人的には思っております。それも今現在ご視聴していただいている皆様のおかげということもありますので、本当に感謝感謝で頭が上がらない気持ちでいっぱいなんですが、今回のトークテーマですが、普段配信している京都サンライフ C や J リーグに関することを語るのではなく、私石門ジャップについてですね、私にとってですね非常に喜ばしいニュースがですね2つございましたので、そちらに関して報告がてら、私石門ジャップのことについてですね簡単に自己紹介させていただきますので、今回はもう雑談形式ということで、もう編集も、まあ、あんまりもう手入れておりませんので、かなり聞き応えが、ね、いつもの動画よりない内容になってるかもしれませんが、最後までご視聴していただければ幸いです。それでは早速、まず一つ目の報告したい内容ですが、この石門ジャップ TV 動画配信を本格的に行うようになってから、約1年、この YouTube チャンネルを始める契機としては、サンガスタジアム by 京セラがですね、昨シーズン、1月頃にですね一般公開を受けて、それを持って初めて YouTube 動画をアップしたのが契機として始めているわけですが、この動画配信を始めてこの1年間で、ようやくこの2月6日をもってチャンネル登録者数が1000人突破いたしました。本当にありがとうございます。YouTube の配信を始めるなら、まずはチャンネル登録者数1000人を目指すっていうのが頭にあると思うんですが、それをまあなんとか達成することができて本当に嬉しいですし、最初は本当に手こずりました。もともとその100人を目指すまでもがかなり時間かかりましたし、そもそもこのチャンネルとしては、もう自分の好きな J リーグやサンガのことに関してはもう一生喋ってられるので、まあ、それを気ままに喋るだけにしとこうかなと思ったんですが、いざやってみるとその、まあ、コメントとかいいねとかしてくれる方、もしくはチャンネル登録者数もちょっとずつ増えていくのがすごく嬉しくて、その成果がちょっとでも出ると、これは人間の性格上どうしてもあるのかなと、それよりももっと大きい成果を求めたくなるというところで、まあもう少しその動画のクオリティを上げることにちょっと専念をするようになりました。で、本来はもうサッカーの話をただするだけの配信をしようと思ってたんですが、まあ、どうしてもねその見ていただいてる方の期待にどうしても応えたいというところから、本来自分がしたいこと以外のですねその動画の編集技術であったりとか、実際喋る前にですね話す内容を前もって整理してから話すなど、前までの自分だったら絶対にしなかった、もしくはできなかったことを、まあ、この1年間でできるようになりましたので、まあ、これもですね実際今見ていただいている皆様、視聴者の皆様あっての、まあ、私のこの人間としての成長がありましたので、本当にありがとうございました。まあ、今後ともですねこの J リーグとですね京都サンガ FC の魅力を配信して、京都サンガ FC および J リーグをですね好きになるきっかけを作っていきたいと思いますし、またもともと好きだった方に関してはより J リーグと京都サンガ FC を好きになっていただくっていうところをですね目指したチャンネルとなっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは次2つ目の報告したい内容ですが、こちらの方が個人的にはすごく重要な内容で、私一個人の人生のターニングポイントになる出来事であります。2021年2月6日、私石門ジャップ29歳男、なんと第1子を授かることになりました。
男の子が本日誕生ということで、私がパパになる、そんな記念すべき日でもあります。まあ、責任感もさながら、本当にいざ子供を見た時ですね、私のこの唯一のチャーニングポイントであるこの鼻、この鼻筋、まあ、綺麗な鼻筋、自分で言うのもなんなんですけども、子供も鼻筋がすごく綺麗だったので、まあ、本当に自分の子が生まれたなと思うと本当に感情深いですし、かつこの2月6日は私のこの YouTube チャンネル石門ジャップ TV がですね、1000人登録者、成し遂げた日と同時に子供も生まれたということで、この運命の引き合わせっていうのが本当神様嬉しいことをですね、同時にまたこの日に持ってくるあたり、まあ、本当に感謝感謝の思いでいっぱいであります。まあ、そんな、まあ、YouTube チャンネル石門ジャップ TV、 子育ての関係もありますので、まあ今ほどですね、今最近週3か4ぐらいのペースで配信しているんですけど、まあ、それほど配信できるか怪しいところ、まあ、ですが京都サンガ FC や J リーグに関する、まあ、魅力を伝える情熱自体は、まあ、まだまだ消えておりませんので、まあ、配信はですね、隙間を見て、していきますので、まあ、今後ともよろしくお願いしますということで、まあ、一人の父親として、また頑張っていきたいと思います。そして最後に、私石門ジャップ一個人に関してですね、こうやって表舞台に出てきて、まあ、サングラスしてはいますけども、せっかくですので自己紹介がてら話させていただきたいと思います。私石門ジャップ、先ほど申し上げた通り29歳男の社会人でありまして、 J リーグサッカーの観戦歴に関しては約20年、小学生の低学年の頃から、まあ、サッカーをやり始めた頃からもうこの紫のユニフォームが大好きで、当時あのサッカーのスクールで私にサッカーを教えてくれてたコーチがですね、よくサンガのユニフォームを着ていて、京都サンガ FC、まあ、今当時はですね京都パープルサンガっていうチーム名だったんですが、どうもこの京セラのユニフォームがですね、非常に印象強く、めちゃめちゃかっこいいと思ってましたし、憧れが本当にすごかった。その当時小学校、まあ、小さい頃のですね、まあ、受けた影響っていうのは、まあ、大人になってなかなか消えるものではなく、まあ、今もですね引き続きもう小学、まあ、低学年になってくるともう約20年の歳月を経てもですね、やはりこの紫の京セラのユニフォームが大好きで、まあ、京都サンガ FC をずっと応援しているわけですが、そんな私のですねサッカーのプレー歴に関しては、約10年、その小学校低学年から高校3年生まで、まあ、約10年間、サッカープレーしていたわけなんですが、対戦したことある選手、まあ、プロのサッカー選手を挙げるとすれば、ガンバ大阪に所属している宇佐美選手に、ベルギーやったか、ちょっと海外に、今いる森岡選手、そして京都サンガ FC の宮吉匠選手に、今コンサドーレ札幌にいる駒井選手、他にももしかしたらいたかもしれませんが、有名どころで言うと、まあ、この4人が挙げられます。特に宇佐美選手と森岡選手に関しては本当に恐ろしかったです。まず小学校の頃の宇佐美選手に関しては、オルンガ選手ばりのダブルハットトリックをぶちかまされましたし、中学生時代の森岡選手に関してはもうボールにですね一切触れさせてくれない、その懐の深さ、そのボールを中心に体をですね本当に動かすのがうまくて、一切ボールに触れることができなかったですし、中学生ってもうある程度フィジカルがですね発達していながらも、彼一人にですねもうど、単独のドリブル突破を許したりと、まあ、本当にもうこの選手がいるからもうプロサッカー選手は絶対無理だと思わされた記憶がありますので、それぐらい衝撃的でした。まあ、そんなサッカー人生を、まあ、歩んでいる私ではありますが、京都サンガ FC を愛する気持ちっていうのはどうしても小学校、まあ、低学年の頃からもうね西京極に知らん間にいましたので、まあ、当時の、ね、サッカー少年団の時にですね、まあ、おそらく全員で見に行ったっていう、ね、記憶があるんですが、まあ、そういうところからもですね京都サンガ FC のですね J1 への昇格、そして優勝、そして ACL の出場等、まあ、まだまだね成し遂げたい目標、まあ、夢を見ているところがありますので、まあ、それを応援する YouTube チャンネル石門ジャップ TV としては、まあ、引き続き、今年もですね、どんどん京都サンガ FC および J リーグの魅力を配信していきますので、今後ともよろしくお願いしますということで、
以上、顔出し、唯一の顔出ししての配信となりました。ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石文字アップ TV でした。